以後第9潜水艦。以後第9潜水艦は、日本海軍の潜水艦。普遍的には、異球型潜水艦、巡選港型の一番艦とされているが、法令上は、同級の二番艦。1943年、昭和18年キスカ島付近で沈没。1937年、昭和12年の、第3次海軍補充計画、丸3計画で計画され、 暮れ海軍交渉で1938年、昭和13年1月25日帰港、1939年、昭和14年5月20日浸水、1941年、昭和16年2月13日に浸航した。浸航と同時に、横須賀沈墨石となり、第6艦隊第1潜水船隊付属となった。太平洋戦争開戦時は、 第6艦隊第1潜水戦隊に所属。1941年、昭和16年11月21日、EQ は横須賀を出港。真珠湾攻撃では、オアフ島周辺海域を紹介する。12月9日0840、カウアイ海峡で、北東へ20ノットで航行中の、レキシントン級空母と、従順2隻、駆逐艦弱艦からなる、機動部隊を、 威力が死人したため、その捜索を行う。11日1340、ノアフ島、北東700海里地点付近で、糖密745トン、鉄くず300トンを積んで航行中に海戦したため、ハワイに戻ってきていた、米貨物船ラハイナ、ラハイナ、5645トンを発見。右限船尾航法に浮上した後警告射撃を行った。これを受け、 ラハイナは停止して、救難信号を発信した後、放棄された。EQ は、手砲弾25発を発射し、右舷側に8発、左舷側に4発命中させ、上部構造物を破壊した。翌12日、ラハイナの乗員が船に戻ったが、火災と浸水が激しく、食い止めることができなかった。その後ラハイナは爆発し、1232左舷に転覆して沈没した。 13日、紹介区域を離れ、アメリカ西海岸沿岸における通商破壊作戦に参加するべく、米本土西沖に進出。19日には、ブランコ岬沖に到達し、紹介を行う。22日には、紹介区域を離れ、グアダルーペ島周辺海域に進出。1942年、昭和17年1月1日、クエゼリンに到着。 2月1日、クエゼリンは、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲を受けたため、EQ は、米艦隊の捜索を行った。その後、同日中に EQ は出港し、7日にハワイ南方を200海里地点付近に到達した。23日夜、新珠湾の航空偵察を行ったが、暗闇による視界不良により偵察に失敗。帰闘してきた搭載機を、 要集中に破損させてしまう。28日、EQ は、紹介区域を離れ、3月1日に第一次、軽察戦に参加するため、ウオッツェ島とフレンチフリーゲート省との中間地点に到着。4日、超破傷者を行いに式飛行艇の誘導を行った。13日には、ポイント M で、無線通信の中継を行った。21日、横須賀に到着。 5月15日、EQ は横須賀を出港。17日に大港に到着。19日に大港を出港し、キスカ島へ向かった。24日夜明け、キスカ島とアムチトカ島を航空偵察。26日05-00、アダック島とカナガ島を航空偵察。6月6日からはアリューシャン列島周辺海域の紹介を行う。8日からは、 コディアック島周辺海域を紹介。6月15日、コディアック島の米軍施設を航空偵察。同日、EQ は、商船2隻を攻撃したが、いずれも損傷を与えることができなかった。19日の地点で、米陸軍輸送船ジェネラル WC ゴルカスを発見。不上砲船により動船を撃破した。30日に紹介区域を離れ、7月7日に、 横須賀に到着した。8月15日、EQ は横須賀を出港し、23日にサンクリストバル東近海の A3 海戦に到達し、紹介を行う。25日、第二次ソロモン海戦を終えたばかりの米機動部隊を、護衛中の米駆逐艦は、西南西12海里の地点で輸送船のマストらしき、ものを発見。2分後、それが、 潜水艦であると確認されたため、調査に向かう。その後、EQ も、グレイソンを発見し先行。1223、グレイソンが爆雷攻撃を開始するが、EQ はそれを回避。グレイソンの旋回半径の内側で舵を切った。その後、再度グレイソンは爆雷攻撃を行ってきたが、EQ は、深度61メートルの地点で急速旋回し、全速で離脱する。 その後、米空母ワスプから発信した SBD ドウントレスが潜水艦を制圧するため海面に爆弾を投下。1329、グレーソンは爆雷を投下。異球は4ノットで西に向かう。1347には、再探知され、が攻撃に参加する。1351、グレーソンは4回目の爆雷攻撃を行い、異球は7ノットで西南西に向かう。 グレーソンの5回目の爆雷攻撃で EQ の資金で爆雷が爆発。EQ は水深134メートルの地点まで沈み、すべての照明が消えたほか、全部燃料タンクの一つが破損して燃料漏れが発生。ポンプ1機が使用できなくなった。1418パターソンが EQ を捜索するが、グレーソンの爆雷攻撃の影響で EQ を探知することができなかった。 1438が攻撃に参加した。1440、パターソンはソナーで潜水艦を探知。数分後、パターソンは潜水艦が浮上していると報告する。その後、上空を飛ぶドーントレスがその場所に煙が上がるのを発見。パターソンと門船ンンはそれぞれ一回ずつ爆雷攻撃を行った。その結果巨大な気泡と重油の帯が現れため、 二隻は潜水艦を沈めたと判断してその場を去った。その2時間後、e 級は浮上。被害調査を行った結果、潜望鏡が2本とも動かせなくなっていたほか、無線機1機が使用不能となっていることが分かった。その後無線機の応急修理が完了。被害を報告した後、30日にトラック島に到着。特設工作艦浦上丸、服用、帰線。 4317トンの修理を受ける。修理完了後の9月8日、EQ はトラックを出港し、ガダルカナル島南東海域に向かった。15日には輸送船追跡を発見。23日、ガダルカナル南西へ200海里地点付近で、駆逐艦1隻の護衛がついた、輸送船1隻を発見し、短時間追跡。10月1日には、 紹介区域を離れ、6日にトラックに到着した。16日、EQ はトラックを出港し、ソロモン諸島方面に向かった。11月4日、ヌーメアの飛行場と港を航空偵察し、空母1、巡洋艦3、小型戦略艦の在泊を確認する。12日には、エスピリトサント島を航空偵察するも、雲が厚く偵察に失敗。19日には、 ショートランドに到着して輸送物資の積み込みを行う。24日に弾薬と食料32トンを積んでショートランドを出港。26日に仮眠房に到着し輸送物資を下ろした後出港。12月1日にトラックに到着した。その後、EQ はトラックを出港し、1943年昭和18年1月2日、ショートランドに到着。 4日、ゴム製の容器入りの食料21トンを積んで、ショートランドを出港。6日に、仮眠棒に到着し、輸送物資を下ろした後出港。8日にショートランドに到着した。10日、輸送物資を積んで、ショートランドを出港。12日に、仮眠棒に到着するも、米魚雷邸の紹介が厳しく、揚陸を断念し出港。14日にショートランドに到着した。 16日、ドラム缶入りの輸送物資を積んで、ショートランドを出港。18日に、カミンボに到着するも、米軍の警戒が厳しく先行を余儀なくされたため、揚陸を断念し出港。20日にショートランドに到着した。22日、120個のドラム缶に詰められた、輸送物資18トンを積んで、ショートランドを出港。25日に、カミンボに到着し、 ドラム艦80個を海上に投棄するも、米魚雷艇の接近によりドラム艦の海上投棄を中止し出航。27日にショートランドに到着した。28日、ドラム艦に詰められた輸送物資を積んでショートランドを出航。30日にカミンボに到着し、すべてのドラム艦を海上に投棄するも、それらはすべて米魚雷艇に発見されて破壊された。 冬季完了後出港。2月1日にショートランドに寄港した後、4日にトラックに到着。5日に出港し、12日に横須賀に到着。20日には川崎重工業神戸造船所に開港されて修理を受ける。5月13日、修理を終えた e 級はクレに移動。14日にはクレを出港し、16日に横須賀に到着。 23日には、第一期キスカ島撤退作戦に参加するため、横須賀を出港し、27日にバラムシルに到着。29日、17トンの弾薬と2トンの食料を積んで、バラムシルを出港。6月1日、アガツ島近海のベーリング海で、米駆逐艦に発見され、3時間ほど追跡を受ける。2日、キスカ島に到着して、輸送物資を下ろした後、 海軍兵士55名、陸軍兵士10名、軍属10名か79名を乗せて出港。8日に、バラムシルに到着して便乗車を降ろした。10日、輸送物資を乗せて、バラムシルを出港していくのを最後に、消息不明となる。アメリカ側記録によると、13日1758、キスカ島近海を紹介中の米駆逐艦が6300メートル。 離れた位置にある交点をレーガーで探知。フレイジャーは濃い霧の中を20ノットで確認に向かい、間もなく潜行中の潜水艦をソナーで探知。2009には91メートルの距離で2本の潜望鏡を発見する。フレイジャーは潜望鏡に向かって砲撃を開始し、一発が潜望鏡1本に命中。それからすぐに爆雷攻撃を行った。 その結果気泡と油、潜水艦のものと思われる破片が浮かんでくるのを確認しが潜水艦を沈めたことを確実にするため、爆雷投下をさらに2回行い、潜水艦を撃沈した。これが、異球の最後の瞬間であり、艦長の藤井明義大祭下乗員101名、全員戦士。沈没地点は、キスカ島、シリウス岬東方15回立地点付近。 6月15日にキスカ島付近で沈没と認定され、8月1日に除籍された。撃沈総数は1隻で、撃沈トン数は5645トンである。撃破総数は1隻で、撃破トン数は4636トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。